定家金遣いとは、金遣いの一種。平安時代末から鎌倉時代初期にかけての区下、藤原定家が始めたもので、明治に至るまで一定の指示を得た。定家金遣いは、藤原定家の著書、下官の集を始まりとする。この中にある、いやもじじが金遣いについて触れたものであり、定家が、このように書くべきと定めた言葉の要領が記されている。やがてこれが、 南北朝時代にいたり、源の近行きの孫の行和が、金文字使いを表したことにより増補され確立された。この、金文字使いに記される金遣いを行和金遣いとも呼ぶが、これが一般に定価金遣いの名をもって呼ばれるものである。今日までの国語学、言語学の研究では、10世紀後半から12世紀にかけて、 日本語に以下の音韻変化が発生したと推測されている。さらに13世紀半ばには、和行、い、わい、の音もあ行、い、あい、へと変化した。これにより、お、お、え、え、え、い、い、ひなどの名に発音上の区別がなくなり、どの言葉にどの名を当てるのかということについて動揺が起きていた。その要を規定したものが定の定めた遣いや、 行話の表した、金文字使いであったとされる。しかしでは、定価が金遣いを定める、以前の金遣いは、ただひたすら混乱するだけだったのかというとそうではない。金が、音韻の変化により、その表記のあり方に影響を受けたことは確かである。ゆえは、ゆえと書くようになったり、各女子の、おの、おと書かれたりする例が出ていたが、音韻とは、 関わりなく、表記の一定していた言葉もあった。コヒは、音韻変化によりその発音が、こう愛から、こ愛に変化しており、Y の音に対応するカナは、イであったが、文献上、コヒという表記は変わっておらず、同じかなで書く、コヒは、かな文字使いでは、コヒコイコイなどという表記が見られ一定していない。他にも、思うなど、終士型や、連帯系の活用語尾が、 ふとなるものは、類推によって、ならふや、かなふが、なろう、かなうなどと書かれることはなく、使用頻度の高い言葉ほど、その表記のあり方すなわちかなづかいは変わらなかった。ゆえ、のように元の表記とは食い違う例も出てはいたが、その後は、その変化した表記が維持されている。古比の表記が定まらなかったのは、当時の教養層が、かな文においてほとんど取り上げることのない。 言葉だったからである。要するに、定価以前の金遣いのありようは、金を使う上で不都合のない程度に落ち着いていた。音韻の変化に金がそのまま従うことは、それまでの半ば慣習化した言葉の表記が書き換えられることになるが、それでは、金で書いた文を人に読んでもらおうと思っても意味が通じないということになりかねない。上で取り上げた、コーヒーが恋だとか、 恋などと書かれては、恋という意味で理解されなかったということである。ま淵和夫はこの慣習的に行われていた金遣いを、平安金遣いと呼んでいる。そんな中で、定価が金遣いを定めなければならなかったのは、定価個人の事情による。それは、定価は、定価本で知られるようにスーの古典文学作品を、著者した人物としても知られているが、定下が定めた金遣いとは、 それら写本における金遣いを示すためのものだったからで、ある。下官の集の中にある、いや文字字では60ほどの語例を出して、金遣いを定めているが、その語例の前には、以下の前置きがある。原文は、漢字文なので、漢字平らかな混じりの文にして引用する。文字を、いやふとは金を綴る上で文字を選択すること、要するに金遣いを定めることを言う。 他人はそうじて叱らず、また選脱、しいて、これのことなし。ただ、愚い分別の極めたる日がごとなり、新祖老将、一人も、同心の人なし、もっとも道理というべし。いわんやまた、当世の人の書くところの文字の老石、個人の持ち生きたれるところを過ぎたり、心中これを恨む。この文の大意を要約すれば、以下のようである。この中で定価は、 金遣いを定めることについては、誰の考えにもよらず、自分が全く新しく始めることだとしている。これは、金遣いの例を挙げたその最後にも、右のことは施設に引きず。ただ、ぐいより発す。旧起草紙を見て、これを了見す。と記しており、右に定めた金遣いは、自分が師匠とする人から受けた説ではない。ただ、 自分の勝手な創意でしたことであり、古い時代の創始を見て判断したということで、やはりこの金遣いが自分で考えついたものであり、古くからの伝えや教えに基づくものではないことを強調している。月刊の集の内容は、和歌や金の綴り方、写本を作り用いる、ル、才の決まり等について記したものであり、それらは陽道に、文字の綴り方を教えるなどといった類のものではない。 陛下は朝廷に仕える公家であるとともに、和歌を行とする家すなわち歌読みの家としても名を挙げていた。それは単に和歌を読むだけではなく、当時すでに古典とされた、古今和歌集や伊勢物語といった文学作品を書き写し、またその本文の解釈を説と称して子孫に伝えることも重要事としていたのである。下官の集の金遣いとは、 それら写本を作る上で本文を肯定し、解釈を定めるためのものであった。つまり、自分以外の人間が、自分の写した本を見て、読みづらかったり理解しづらいことがないように本文の表記に決まりを設けておこうというのが、定価が金遣いを定めた目的だったのである。定価の言う、文字の老跡とは、歌読みにとって、重要なものであるはずの三大集をはじめとする。 歌書類の本文について、その金遣いが何の規範もない、いい加減なものであっては五社五読を招くことになるという意味の批判であった。ただし定価は、昔の人は金をまともに書き分けていた。それに比べて、今の人たちの金遣いはデたタラメだなどと言っているわけではない。定価からすれば、三大衆等の写本を作る上で、金遣いをはじめとする表記のありように、 特に関心を置かなかった、個人や、選達も、また、文字の老石を繰り返していたと見ているのであり、ましてそれ以上の、文字の老石を行って平気でいる、当世の人に至っては、話にならないと言っているのである。しかし当時の学問において、施設によらず新たに何かをなそうとすることは、相当な自信と覚悟のいることだったと見られるが、たとえそれが、日がごとと、非難されようとも、 テ家にとっては、文字の牢石がないように本文を著者肯定することの方が重要であると考えたのである。では定家は何をもって、金遣いを定めたのかといえば、下巻の集では、金遣いの要例を、旧規創詩、すなわち、古い時代に書き写された金の文学作品に求めたとしているが、その、旧規創詩とは定家が入手できたものに限られており、 そこから導き出された金遣いは、音音の変化する以前の用例を正確に記しているものではないことが確認されている。例えば、ゆえは、ゆえと書くように定められている。しかしこれは、陛下の生きた当時においては、ゆえと書く方が優勢であり、定価が目にした、旧気喪失にも、ゆえと記す例が多かったことにより、読んで理解し、書き写すのに、ゆえであっても不都合ではない。 むしろ、ゆえなどとしたのではかえって人々の理解を妨げると判断したからであった。また当時いずれも、お、の音となっていた、おと、おのかなについては、アクセントの工程によって、高音を、おに、低音を、おに当てて使い分けていたことも、おの進むによって発見されている。これは、もし、お、の音を含んだ言葉をかなで書くのに、 音、音のいずれを書けばいいのか迷ったとき、例えば、奥なら高音の、奥、奥なら低音の、奥というように、それを実際に発音してみれば、いずれに当てはまるのかがわかる。逆に、奥、奥と書いておけば、それが、奥、奥であるのがわかるというものであった。この高音と低音は、いろはの、いろにほへどちりぬるおの、おのアクセントと、うの奥、山の、おのアクセントが、 それぞれの基本となったと考えられているが、下巻の州では、鬼には、糸口の音、鬼には、尾の音という正しがきがついており、実際にはこの、糸口と、尾の二つの言葉を口にすれば判断できるようにしている。このアクセントによる音、音と、の使い分けは、平安時代後半の11世紀末には、成立していたと考えられる、イロハーザル衣装にもすでに見られる。 ただし、定価はさらにこの、音、おの他に変態が名の、を用い、アクセントに関わりなく、音、おのいずれにも使える金文字とした。例を挙げると、がある。この和歌の第三句、起き明かすには、起きと、起きの掛け言葉が含まれるが、定価室の五千和歌集ではここに、古紙の金を使い、古式と書いている。五千和歌集が編纂された当時は、 沖と沖はいずれも沖であった。しかし、定下の使い分けでは、沖のおは上でも述べたように高音なので、沖と書くが、沖のおでは低音なので、沖と書かなければならない。だがそれでは、この言葉が掛け言葉であることが示せない。そこで、おとおのどちらでも読み取れる手段として、腰のかなおアクセントとは、関わりない文字として定めもちいたのである。 定価は他にもこれら3つのカナの使い分けによって、カナの文を分かりやすく書写することに成功している。定価は、後の京中のように古い文献を調べて、仮名遣いを確かめようとしていたわけではない。故にその仮名遣いには、理論的な表記規則の根拠はないとも言えるが、理論的であろうがなかろうが定価にしてみれば、 上で述べた目的を果たすものであればそんなことはどうでもよかったのである。定価にとって、金遣いの問題は、古い文献の中にあったのではなく、金を綴る現場で起こっていることであった。定価は金遣いを定めることにより、写本の本文が当時の人々から見て読みやすいことを原則としていたのである。下官の集は、その後、定価の実質本をその息子、 藤原ため家が所持していた。下巻の州の伝本には、文英8年10月15日の年がある奥書きを持つものがあり、それによればこの日、剣大納言という人物のもとに、め家が定価自質の下巻の州を持って訪れ、剣大納言はその自質本をすぐさまその場で書き写したという。この剣大納言とは、当時27歳だった。 西ン寺ミノル県のことではなかったかとも言われるが、この奥書きには他に、ため家が説いたこととして、お、お、こし、い、い、ひ、え、え、え、の金遣いのことについても触れており、特に、お、お、こしについては実例を挙げて解説している。これは、定家の定めた金遣いがその子ため家に概むね伝わり、また、子孫以外のものにも説かれていた早い例として、 注目すべきものである。国語学体系に収める下巻の集には、定価以外のものが後に書き加えた他所からの引用、また金遣いの例について増補された部分があり、さらに同じ内容を繰り返すなど雑多な内容となっている。その奥書きには公安7年7月と文英3年4月、玄徳元年10月の年があり、 これら奥書きを加えた人物として、信政、陳藩という署名が見られる。それらが、どのような人物であったかは不明であるが、下官の州とその中にある定下の定めた金遣いが、当時左官に用いられていたことが伺える。また、ため家の没後、定下自筆の下官の衆は二条家が所持していたが、ため家の息子、霊勢為助は、内容が贈歩された系統の本を、 自らが鎌倉に下校した折などに書写して人に与えていたという。定価は古典の書写工程というごく限られた目的で金遣いを定めたが、それが当時の教養層に広まり、新たに創作された作品にもその金遣いが使われるなど、改めて金文字を書き分けるための基範として使われるようになっていた。そしてそれは下官の集に記されている。 以外の金遣いの要霊を人々が要求することになり、後に行和が金文字遣いを表す背景となったのである。14世紀後半、行和は金文字遣いを表し、その中で、いや文字字を元にして、お、お、ほ、は、は、む、う、ふの書類を大幅に増補した。金文字遣いの序文冒頭には次のように見える。京極中言定下経 歌集周囲偶の戦勝、祖父河内禅寺、漢字を追之助近行にあつらえ申されけるとき、近行き去る手運、お、お、え、え、え、い、い、人の文字の声かよひたるごあるによりて、その字の実は気がたき、自在の、さ、間、この次表工学のために定めを狩るべきよし、公門に去るところに、我もしか日来より思えより仕事なり、さらば主さんが、所存の文化き出しして、 家臣湯作られける間、大概ジョコの中心のところに、猿書室そのり、加納ヘリとて、ノリガテンセラレヒーツ。金文字使い、序文これによれば、金文字使いに記される金遣いは、行阿の祖父である近行きが定下にその死下衆である、衆意草の聖書を頼まれたことがあったが、その時近行きが金遣いについて提案したところ、 定価の承認を受けた者が元になっているとするが、この話は、定価の権威を利用するための虚構であろうと言われている。また行話は、工房大使によって作られたとされる、色はかな47文字を申請ししており、それらは、発音が同じであっても使い分けるべきであるとした。その金遣いについては、音をアクセントで区別するなど定価の使い分けに、 沿っているが、和歌で使われる言葉だけではなく、日常で使う言葉も多く取られている。金文字使いは、定価の家にも預かって、金遣いの規範として世に広まり、後にその内容をさらに増歩されながら用いられた。しかし行話が金文字使いを表した頃、日本語には大きなアクセントの変化が起こりつつあった。 その変化の一つとして、それまでのアクセントで低音のおだったものが高音のおとなる例が多く現れ、また、現代語と同じように、二つ以上の言葉が複合語になるとアクセントが変化するようになっていたのである。これにより実際のアクセントが、それまで書いていた金遣いとは食い違うようになり、音をアクセントで書き分ける方法は完全に混乱する。 このアクセントの変化について、当時の人々は行話も含めて自覚することができず、定価の定めた金遣いは、音にもあらず、義にもあらず、いずれの変につきて定めたるにか、おぼつかなしという批判を受けることにもなったが、以後、金文字遣いは、アクセントとは、無関係の、慣例によって定められた金遣いとして使われることになる。藤原定家によって権威付けをされた。 定価金遣いは、歌人や知識人を中心に行われ、一般にも金遣いの基盤として知られた。それは、歌人、定価の権威だけで受け入れられていたわけではなく、金の聖書法として、当時の社会に認められ、使われていたのである。しかし、江戸時代になると国学者の慶中が、金遣いについての研究を、元六八年に和事昇乱章として世に出し、 定下金遣いに見られる金遣いは、古い文献に見えるものとは食い違っており、誤りがあると批判した。それに対し、立花聖院が、定下金遣いを擁護する立場から、山戸あざ古根通令前章を表して、慶中に反論し、慶中は、またこれに反駁したが、結局それは金遣いについて、なぜそう書くのかの根拠を問う議論に終始してしまった。その後、 慶中の和字昇乱章は国学者の間に広く支持されたが、定価金名遣いは花断を中心に支持され続けた。表記の根拠がどうであろうと、それまで長らく尊重され、使われてきた定価金名遣いは、規範としてすでに認められており、これを使い続けるのに特段の不都合はなかったからである。そしてこの状況は和字昇乱章で解かれた。 慶中金遣いを明治政府が学校教育で採用するまで続いた。現在では、定価金遣いは学問的には歴史的な金遣いの不完全なものとしてみなされている。以下は本来金遣いに関わることではないが、定価の場合、その定めた金遣いと密接に関わっていることなので、あえて取り上げる。定価は古典の書写工程のために金遣いを定めたが、 それは単に仮名使いだけを定めて、良しとしたわけではない。上で触れたように定価は、古紙の変態仮名をアクセントに左右されない文字として使用していたが、他の変態仮名についても本を書き写す上での使い分けがなされていた。本を書き写していて一行を書き終えると、当然次の行に移ることになるが、定価はその時前の行と同じ仮名が並んだ場合には、 違う字体の仮名を用いている。例えば行頭に、あわれという言葉があり、その次の行もやはり、あわれという言葉で始めなければならない場合、以下のように、変体仮名の、あを使って、あはれと書いている。これは写本を作る上で、同じ文字が、複数の行にわたって、横並びになると、目移りして、書き落としや書き誤りをしやすいので、それを避けるための配慮であった。 古紙の仮名も上で述べた掛け言葉の他に、このように目移りさせない、工夫のために使われており、定価の写本の中では、古紙や、あ以外の変態仮名でも、このような使い方が見られる。また、当時の仮名の文は、基本的に漢語を漢字で書くようになっていたが、漢語ではない和語も、文章を読みやすくするために、漢字で記されていた。 土佐日記にも和語に漢字を当てて書く例が見られるが、定価は、こうした和語に漢字を当てることについても、規範を設けて、使い分けをしている。例えば、夜と、夜いずれも、漢字では、夜の字を当てる言葉には、夜は、金書きとし、よ、は、夜の漢字で書き記している。夜という漢字だけだと、夜と、 よいずれに読むのかわからないので、一方だけに漢字を当てるよう定めたのである。よという一文字で書く言葉では、他の言葉に紛れて書き誤りなどしやすいという配慮からでもあった。これは他にも、絹、衣では、衣だけに、衣の漢字を当てるなどの例が見られる。それ以外にも、和語に適度に漢字を当てて読みやすくするよう配慮がなされている。他にも、下官の集では、 かなを書き綴る際には意味のわかりづらい文字の続け方をしてはならないとか和歌を二行に分けて書くときは上の句と下の句にそれぞれきちんと分けて書けというような記述が見られるが定価の定めたかな遣いは以上のような用字や書式のあり方の中に組み込まれて使われていたといえるつまり写本の本文を書き記す上で定価にとって文字を どのように綴りまた使えば間違いがないかということを追求した結果、金遣いにも規範を設けた方が良いと判断したということであり、その金遣いは本来こうした金の実態や漢字の使い方並びに書式と不可分のものであった。しかし後の定価金遣いではこれらのような技術は伝わらず、ただ金遣いだけが金を書き分ける規範として伝わることになったのである。 ありがとうございます。